を集めましたので。すごいな。あ、こんなところにジュースがある。飲んじゃおう。忍者たるもの、このように毒にやられてはいけません。ということで、もういいよ、もういい、もういい、へったくそな芝居しやがって。お前何回撮り直してんだよお前は。ずっと待ってたんだぞ。それは言わないでください。撮り直したの恥ずかしいじゃないですか。何なんだよこれは。一発で撮れたことにしてくださいよ。何なの今日は。今日はなんかゆいちゃんが、ということでですね、忍者たるもの、こんな簡単にね引っかかっちゃダメなんですよ、毒に。なので今日はですね、2人に毒を見分ける、なんて言ったらいいんだろう、毒味の術か。毒味の術をしてもらいます。自分で持ってきたってなんで俺が答えたんだよ。毒味の術な。毒味の術、はい、毒だった。やだ、もう毒みたいなのもいっぱい食べてるんですけど、もう存在が毒だもんな。ひどいリーダー。よし今日は毒味するぞ。はい、はい、ということで今回はですね、みんな大好きコーラ、そしてペプシを集めましたので。すごいな、いっぱいコーラあるな。いっぱい種類ありますね。いっぱいっていうか、はい、細かく言うと、はい、ほとんどペプシだけどね。ほんと確かに、うん、ペプシペプシペプシ、すごいいろいろあるね。レモンでしょ、これは生コーラ、スペシャルコーラ、これは普通のノーマルのペプシコーラ、キリンのメッツコーラ、メッツコーラです、ね、コカコーラ、どう、自信ある。でもコカコーラは一番よく飲むじゃないですか。さすがにわかると思う。俺もわかると思う、ね、コーラはね、わかると思います。今日はね、うん、2人にこの中でこの赤いキャップのコカコーラを当てれるかどうか。俺大好きだもん。俺もう当てれなかったらね、もうお前の人はバカだって言われてもいいですよ。いつも言われてるもん、バカだって言われてるんですけど、逆にリーダーにも やりますよ。俺コーラ、コカコーラすごい好きなんだよ。よく飲んでるイメージだけど。飲んでる好きでしょ、はい、コカコーラグッズも集めてるぐらい好きだから。あ、そのぐらい歴史が深いんだよ。いいんですか、ハードル上げちゃってますよ。大丈夫、もういいよ、やるよ、それぐらい。行きましょう。よし、やろう。まずはじめにですね、この一番を飲ませようと思います、うん、はい、ちなみにですね、はい、この何を入れたかは私しか分かりませんので、はいはい、2人は持って見えないです、ね、ずっと目隠ししてます、ね、リーダーも触るなよ。リーダーも絶対触ってくると思った。じゃあいいですか、お二人とも、はい、じゃあちょっと手出していただいて、はい、なるほどね、この重みね。この重みね。これが一番ですね、うん、もう自由に飲んでいただいて。はい、いただきます。どうよ、アギ、俺もまず香りを楽しんでるから。はい、もうはいって感じですね。とりあえず1個目なんで、うん、違いというか、ね、比較のしようがないみたいな。うんうん、分かった、なるほど。え、全部飲んだの。俺全部飲んだ。大丈夫、チャポチャポにならないこれ。確かに2杯ぐらいで結構でもあったかもしれないですけど、なんか飲まないと分かんないんですよ、味が。いっぱい飲まないと、うん、なんとなく分かったりました。分かった、はい。難しい。大丈夫、俺は自信あるよ。冗談の時でめちゃくちゃ詳しいのか。歴史とか知ってる？コカ・コーラの。いや、コカ・コーラ、ペプシ、どっちが古いか知ってる？知ってます。どっちが古い？ペプシ。違うよ、コカ・コーラの古いんだよ。全然詳しくないじゃん。コカ・コーラな、1886年だ、多分。でそっからペプシができて、ペプシは1896年。それぐらい好きなのよ、コーラ。でもあのペプシの方が売れちゃったりした時代もあるんですよね。なんかいろいろね、あるんだろうね。競争して、競争して、競争して、アメリカで二大コーラが、ね、うん、二大コーラになった。でもリーダー、こんだけ、うん、あの詳しい詳しいって言っては外したら本当に恥ずかしいですよ。大丈夫、本当に当てるよ。わ、二番はこれですね。はい、ゆいちゃん準備しました。ゆいちゃん、はい、ラベル見せてくれるか。あ、これラベルじゃなかった。ゆいちゃん、カロリーとかの方じゃなかった。はい、オッケー、はい、カロリーも大事ですね。二番のコーラ、二番渡していきます。ではどうぞ。いただきます。香りとか炭酸具合とかも見てよ。ゆいちゃん、それあのよ寄ってるこれ寄り添った温度とか見た方が、温度とか、さっきと比べてどうですか。甘さ加減が全然違うっていうのはあります。一杯目が辛口だったんだよ。こっちあんまり味がしないですね。辛口も甘みもあんまりない。おにぎりが笑ってる。ごめんなさい、ちょっとゲップ出そう。ゲップだけど、こっち向くなよ。おい、見えないんだから。まだ大丈夫です、ごめん、我慢しました。なんだよ、じゃあ言うなよ、そういうこと。
では3つ目いきます、はい、今度はですねちょっと開ける音とかも参考にしてもらって音違うのかな。じゃあいいですか、お願いします。一緒だと思うよ。でもいい音してますよね。いいね、なかなか、ね、炭酸がきついね、うん、入れます。あ、すごい絵面だと思う俺も何かを失っているような気がするいやもうね、忍者チャンネルやってたら失うもんなくなりますね。もうね、これ以上失うもんない。そうか、ハギも何もないもんな。いただきます。これ何番目は違うんですか。3番目です。もうなんかちゃぼちゃぼなんだけど、うん、お、うん、お、お、全然違う。お、全然違いますね、これ。炭酸が強いで、甘みがそんなない。わかんねえよ。いや、甘みがそんなないんですよ。炭酸が強いなって思いました。だからなんかよりゲップが出そう。おい。で、美味しいです。全部美味しいです。うん。うん。うん、はい。それでは、4つ目いきます。今回も音を参考にしてください。はい。おぉ、またね、いい音。コップで入る音も参考に。ケンニョケンニョみたいな音するこんなリーダーのおしっここんな音するんですか。泡出しすぎじゃないですか。なんかそこはめっちゃ笑ってますね。ピシューってめっちゃ不健康なおしっこしてるんですけど違うバカだな、まあ、そこは違うよ。あのトロ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 は言うだろ。みんなトロトロトロって汚い番組になっちゃうのか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、すいません。詰めですね。いただきます。どうですか。うん、アギ俺ね、うん、多分すごいわかると思う、うん、俺研ぎ澄まされてるから目をつぶってるから余計なんか感覚が敏感になってる。すごいリーダー、うん、すごいだろ。敏感になっちゃってます。やめろやめてだからそんなことするからイチャついてるっていう。あ、言われるんだろ、リーダーに仲いいと思われるよ。仲いいんですけど。仲いいね、え？番組上仕方なくこうなってるけど。俺全然わかんないんですけど。研ぎ澄ますよ、もっと神経を。研ぎ澄まされてないんかな。研ぎ澄まされてないよ。いつものほほんとしてるよ。でもこれなんか全部飲んでみないことにはってわかんないんですよね。忘れちゃうね。ちょっと確かに。でも甘みはどれが強かったとか辛みはどれが強かった、炭酸が強かったとかは覚えてるんで、うんうんうん、それで当てたいなと思います。はいはいはい。大丈夫です。ごめんなさい。足りねえな。ごめんなさい。ごめんなさい。研ぎ澄まされてるからすごく聞こえるんだよ。ごめんなさい。いやすごい我慢してたんですけど。あんまり我慢して気持ち悪くなっちゃうんで。変な匂い来ないからこっち。嫌だ。ごめんね。それでは5つ目いきたいと思います。はい。じゃあ音と注ぐね感じを。一緒だと思うよ。ああでもいい音。あ、これ泡が多めな気がする。不健康な音。不健康な、なんか不健康な音。健尿じゃねえんですか。健尿って言い出したのリーダーですけど。これはね、ゆりちゃんの入れ方の問題。なるほどですね。柔らかいとこから入れたね、今。ビールじゃないんだからさ。相棒やりたいなと思って。はい、じゃあ、行きます。はい、お願いします。いただきます。ワインみたい。ワイン。温度でちょっとね、空気と触れさせて。なるほど。これ全然味しない。味しない。あ、とか言わない方がいいですかね、これ。いや、どうせ参考にしないから。もう自分の感覚でいくか。絶対当てたい、これは。あいつ味覚バカとか思われるぜ、これ本当に。人だから、あいつはバカだなって、本当に。でも私こう見て結構グルメなんで。へぇー。そう？結構ね、こう見えてね、舌を超えてるんです。音がすごい違う、ちょっと湿らせてるよ唇を。なんかその音なんかになるんですけど、どういう飲み方してるんですか。飲み方したらその音普通だよ。なんかすごいですよね、ミディ今の音。普通飲んだら出ない音してますよ。はい、
ごちそうさまでした。もうタポタポだよこれ。汚ねえな。何回ゲップするんだよ。ごめんなさい。俺これ結構理性がないね。理性ないっていうか我慢して出ちゃうんですよ。いや俺なんか酒飲んでると。俺一発もしてないよ。いやすごいなともちゃんとイメージを守ってるなって。イメージじゃないよ。あの何素敵な男性と二人聞いてもこんなゲップゲップすんの。いや素敵な男性といったら最初のうちは、うん、その最初は我慢しますよ、うん、でもなんか慣れたらそのゲップすら許してくれる人がいいかなって。そんなことって今我慢してくれる。わかりました、我慢します、すいません。あのもうね見えないところから罰ゲームがすごいんだよ。ゲボゲボのさ見えないってより怖いですよね。じゃあ行きますか、最後、はい、最後行こう、最後にしますか。じゃあこれ最後です、はいはい、6番目、はい、音楽しんでください、はい、楽しめないんだよねもう。うーん細かいね。じゃあ注いできます。はい、あーいい音。ゆいちゃんが暴走してます。でもゆいちゃん大丈夫、こぼれてない、こぼれてない、大丈夫、今こぼれました、大丈夫だ、よくわかりましたね、こぼれてない。じゃあリーダー、はいはい、はい、ほりちゃん、はい、ゆいちゃんバカなのかな。すっげえ重い。いや俺でもすっげえ重い。これ何、やっぱ質量も大事かな、感じたいかな。なるほど、まあでも多い方が分かりやすいっていうのはあるかもしれないですね。そんなことないよ。いただきます。どうですか。うん、ごめん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 、もう無理だわ、無理だわ、もうごめん、あんだけ言ってて申し訳ないけども、いや俺だけ飲んでると俺一発もしてないよ。いやごめん、これ無理ですよ、申し訳ない、ほんとにこれは無理ですよ。これは無理だわ、もう匂い変えたら出ちゃったよ、もう体が拒否反応してる、もう綺麗なゲップでしたね。うん、芸術的だったり、芸術的なゲップって何ですか。でも分かった気がします。いや、もう分かった、私分かりました。分かりました。お、ではお二人目隠し取ってもらって大丈夫です。はい。あ、やっとシャバの世界が。あ、眩しい。眩しい。シャバの世界が。ちなみにこれはあの順番関係ないです。あ、はい、こちら順と、はい、一番最初に並べてあったままになってます。はい。分かりました。分かりました。じゃあの中からですね、うん、コカコーラをさっき飲んだ中から当ててもらおう。何番かって言えばいいね。何番程度いますか。いいよ。せーの、4番。おお。これ何もあれしてないですよ。じゃあ兄ちゃん正解お願いします。正解は4番です。すごい、すごい、すごい、イエーイ、すごい、わかりました、すごい、すごいですね。なんでそうだと思いました。甘みがコカ・コーラってちょっとペプシル甘みがちょっと多いんですね、うん、で4番が私一番甘かったなと思って4かなって。俺4と6で迷ったのよ。あー、ゆりちゃん6は何でした。6は無印のペプシです。やっぱ近いんだ、やっぱすごいシンプル同士だから近いな。5はこのゼロコーラじゃないですか。5全然味なかったんですよ。さすがです。あの5はですね、このスペシャルですね。あ、スペシャル、体脂肪を減らす。なるほど、一番最初メッツじゃない。一番最初違います。違うんだでもこのレモンが分かるかなと思ったらレモン全然分かんなくて。おー、レモン、うん、2か3じゃなかった。リーダーはどっちだと思いますか。ミートさん、どっちかが酸っぱかったのよ。へー、2番惜しい。3番違うんじゃん。でも4も分かったから。すごい、4分かりましたね。わー、1番はこのペプシの青い方、はい、2番がメッツです。2番がメッツ、はい、で3番がレモン、レモン、4番がコーラ、コーラ、すごいよこれ、はい、これなんかね、この映像を CM で使ってもらえなくて、コカ・コーラの方よかったら CM お待ちしております。お待ちしてます。ポチッとチャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。コメント質問もお待ちしてます。きたね忍者チャンネル